テオドシウスの城壁の構造をですねちょっと説明していきたいと思います。今いるのはですね黄金門の近くのところなんですけど、どちらかというと黄金門から聖ロマノス門のところが構造としては非常に見やすいかなと思います。テオドシウスの城壁はよく三重の城壁って言われるんですけど、どういう構造かっていうと、まず内壁があって、その間に、外壁があってで前に堀があるっていうそういう構造になってるんですね。で一番重要な内壁の部分はだいたい高さがですね、10メートル、11、2メートルぐらいですかね。で、別のところのエディルネカップのところで説明したんですけども、だいたい50メートルから70メートルぐらい大きいぐらいにですね、塔が立っているという状況です。で、その前のところに外壁がありまして、ここがだいたい8メートルぐらいの高さがあるんですね。で、厚さとしては、これ前に石灰岩のレンガと、あとなんか漆喰で固められてまして、相当頑丈です。ウルバンの大砲でもね、崩れなかったと言われてますが、地震で崩れることあるんですけども、そういう構造になっていて、でその外側のところには、堀がありまして、だいたい幅でいうと15メートルから20メートルぐらい、深さはね、今埋まっちゃってるんですけど、5メートルから10メートルぐらいの深さがあったというふうに言われています。で、水を引くシステムもあったんだけど、いろんな歴史の記録を見るとですね、実際の包囲の時は、これ空堀のように使っている場合が多くてですね、だからイメージとしてはね、真田丸のようなイメージかもしれないですね。で、この空堀のようなところと、この内壁と外壁ですね、これで三重構造ということになっているわけです。隣のところはですね、もう少し整備されていて、見やすいかもしれませんので、ちょっとこちらの方に、ね、移動してみたいと思います。今ですね、どこにいるかと言いますと、コンスタンティノープルの正門、黄金門のところにおります。この黄金門はですね、皇帝が凱旋の時に通るメインゲートでして、本当来たかった場所の一つですよね。で、この場所はですね、もともと上のところには、4棟建ての像の、クワドリガがあったらしくて、実際にですね、ササン朝ペルシアに勝ったヘラクレイオス1世はですね、本当に像に乗って、ここの黄金門を通ったというふうに言われています。本当に特別なもんですね。残念ながら今この修復中で、中をくぐることは本当に中心のところをくぐることはできないんですけども、右のところをですね、くぐって、正面に出ることができます。で昔はですね、この黄金門を通ってずっとですね大通りを進んでいくんですね。おそらくアマトリアノス広場かフィラデルフィオンのところで、大通りがハリシウス門の方から来る大通りと合併しまして、そこからですね、コンスタンティテオドシウス広場、コンスタンティヌス広場、そしてハギアソフィア聖堂があるアウグステオンのところまで来るということなんですね。でその非常に重要な門というのがこの黄金門というふうに言われています。コンスタンティノープルでも最も重要な場所の一つじゃないですかね。で現在はですね、この場所はユリクレと言われて、門以外のところにも塔がいくつか加えられてるんですよ。要塞化されてるんですよね。でこれがね、いつ何個加えられたのかっていうのが書籍によってすごいばらつきがあってですね、私もはっきり分かんないんですけども、一応はっきりしてるのは7個の塔ができたので、7つの塔という意味でトルコ語でユリクレというふうに現在言われております。ユリクレはですね、オスマン帝国時代は城塞だけじゃなくて、牢獄として使われた場所なので、例えばメフメト2世にの時の大宰相でビザンツ帝国を滅ぼすことに反対したチャンダルル・ハリル・パシャもここで処刑されてますし、有名なのはですね、スルタンのオスマン2世、現地オスマンと言われる人ですが、その人が殺されたのもこの場所ということで、どちらかというと牢獄みたいなね、そんなイメージが強いかもしれません。入場料がいくらだったか、100リラだから500円ぐらいかで入れるということです。ちょっとね、景色も良さそうなので上に登ってみたいと思います。大変興味深いものを見つけました。これはコンスタンティノープルの地図ですよね。今いるところは黄金門なんで、この場所ですね。この黄金門から城壁だけ見ていくとですね、テオドシウスの城壁はこうやって続いていて、これがトプカプのある聖ロマノス門ですね。そしてずっと行くと、
ハリシウス門がありまして、今のエディルネカップですね、そして、その近くのところに、テクフルサライといいますが、ブラケル内の、宮殿群がありまして、これはおそらくブラケル内の聖母マリア教会でしょうね。で、黄金門に戻るとですね、ここから凱旋の道がずっとこうメセっていうんですが、大通りで続いていきまして、この場所おそらくこれテオドシウス広場で、本当はテオドシウス記念塔がないとまずいんですけど、今のベアズットのところですね、そこからチェンベルイタ氏のこのコンスタンティヌスの円柱、アポロンに扮したコンスタンティヌス帝の巨大な像がありまして、そこからですねミリオンに来て、これハギアソフィア聖堂、当然その前には競馬場、コンスタンティノープル競馬場、ヒッポドロームがあって、今のブルーモスクのところにはですね、大宮殿があります。大宮殿のところに、おそらくこれブーコレオン宮ですかね、があって、もうちょっと港の方に行くと、これ今のイェニカプですけども、テオドシウス港っていうビザンツ帝国の一番重要な港があるわけです。で、このハギアソフィア聖堂から右の方に行くと、これが元々のアクロポリスなんですけども、これハギアエイレーネですよね。今はこの間にトフカプ宮殿の城壁があるんですけども、ゴート族の円柱があって、降りていくと、これがネオリオン港ですね、イタリア人なんかが使った港があります。で、その近くにあるのが、これ多分ね、パントクラトール制度じゃないですかね、今のゼーレキジャーミーで、ここも有名な救護院があって、今回ちょっと行けなかったのは残念だったんですけども、でバレンスの水道橋がありまして、そこからずっと行くと、これがハギアポリエウクトス制度かな、おそらく、どうなんだろう。で、もちろんこの形、今のベネチアのサンマルコに出るのが聖使徒大聖堂ですね。ということで、ちょっとなんか欲しくなっちゃったな、この地図売ってないですかね。では実際に、ディクレの要塞牢獄の中にもですね入っていきたいと思いますが、めちゃくちゃ暗いです。私目悪いので段差がですねよくわからないんですよ。ちょっと上にも行けそうですが、まずは、暗いですね、こう気をつけてください。ここから、本当牢獄って感じですね。オスマン2世はここで殺された後に耳か何かを遺体から切り取られて、それを母の元に送られたっていうふうに言われてますけどね。確か処刑した人の首をどっか井戸に捨てるんですよね。あそこですかね、違うのかな。井戸に捨てるとそのままそれが海に流れていくっていうような話を聞いたことがあるんですが、ちょっとどこだか分かんないですね。ではさっきの入り口の階段をですね登っていって、黄金門の上の方に出ていきたいと思います。結構高いですねこれ。やっと明かりが見えてきました。あれはマルマライのカズルチェシム駅ですね。あそこから歩いてきました。そしてマルマラ海が全部見えます。これ反対側にこう城壁から見える塔がイェディクレの由来となった7つの塔ですね。これエディクレの中ですね。反対側にも行けるのかな。アジア側が見えます。正面の方にブルーモスクが見えますね。
ちょうど今ここが黄金門の真上ですから、まあ、この辺に象のクアドリガーがあったんでしょうね。結局これもね第4回十字軍で、持ってかれちゃったので、なくなってしまったんですけど、このね黄金門からずっと道が伸びるんですよ。でそれがですねエグナティア街道っていうふうに言いまして、これがどこまで続くかっていうと、まあ、まずね、海沿いにずっとこうマルマラ海沿いに進んでいくとギリシャのテサロニキがあるんですね。そこから北マケドニアのオフリドコっていう湖の横を通っていって、アルバニアに入ります。でアルバニアのティラナっていう今首都ですね、その先に港町があってドゥラスっていう、まあ、これラテン語で言うとデュラキオンっていうローマ時代に言ったんですけど、そこに出るんですよ。でそこがもうアドリア海なの でアドリア海を渡るとイタリアの対岸に、ブリンディジっていうのがあるんですけど、これはラテン語でブリンディジウムですね。そこ今でもフェリーが実は出てます。まあ、乗ったことないんですけど、でこのブリンディジっていうのが実はねアッピア街道の南端なんですよ。なのでアッピア街道まで行っちゃえばブリンディジまで行っちゃえばあとはローマまでアッピア街道で一直線ですので、そのままローマに行けるっていうこと、つまりこの黄金門から見えるこの風景っていうのがローマへ至る道なんですね。ローマに通じる道でありローマからコンスタンティノープルに至る道がこの場所なんです。まあそういう意味ではもう今日これでほとんど2日間のイスタンブールの観光が終わってしまうんですけども、まあ、いつかそういう旅行をしてみたいですね。ローマからコンスタンティノープル、もしくはコンスタンティノープルからローマという、そういう旅行もすごい楽しそうだなと思って今ちょっと思いついたんですけどやりたくなってきましたね。ということでイスタンブールのに残るコンスタンティノープルの名残を巡る旅行もですね2日間の観光もこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。